はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、安定的に稼ぎたい教室の先生にこそおすすめしたいパラレル思考の行動計画ということについてお話をしたいと思います。教室をやってるとですね、まあ結構波とかが出ますよね。こうデコボコ、まあ、特に料理とか、まあ、パンお菓子系は後半に向かって売り上げが立ちやすいっていう傾向がある。要はイベントが多いからなんですよ。ハロウィンとかね、クリスマスとかで、もちろんバレンタインとかそういうのもあるんですけれども、まあ大体後ろの方に向かって売り上げが上がりやすい傾向にあります。まあそういうアイテムとかね、高いものとかでも売れやすいっていう時期だからっていうのももちろんあるんですけれども、それで、そういう、まあ、教室の先生にとって、安定的に稼ぐっていうのは、結構大事な命題になるわけですよね。でも、安定的に稼げてない人が多いです。多い理由はあるんです。あるので、今日お伝えしたいのは、パラレル思考の行動計画というものをお伝えして、少しでも安定的に稼げるようになるヒントを、お伝えしたいなというふうに思ってこちらの動画を撮っております。はい、それではですね、早速本題行ってみましょうか。まずですね、いろんな方にご相談乗るんです。安定しない方ですね。で、安定しない方は、大体傾向が決まってます。どういう傾向が決まってるかっていうと、単発レッスンしかまず組んでない。これはね、安定しないです。毎月の集客が大変、一個一個のバラバラの人を毎回毎回集客、まあ逆にできてる人はそれはそれですごいんですけど、大変です。はい。なので、まず、単発でやってるだけでも結構辛いんですよ。で、次に、まあまあいいでしょうっていうのがコースレッスンですね。3ヶ月か6ヶ月か12ヶ月か。だいたいこのあたりが取れると、少なくとも3ヶ月は集客しなくていいじゃないですか。少なくとも6ヶ月は集客しなくていい。なんなら1年集客しなくていい。1人、要は出来高で言うと、毎月やる人に比べて、1人1年間が入れば、12ヶ月ですよね。だから12回分の集客しなくていいという状態になるので、私が一番最初目指したのは、全クラス6ヶ月コース制でパン教室組んだので、他の人よりはるかに6分の1の労力で6人分を集めるようなイメージ。延べ人数ですよ、1人ですけど、っていう運営をしていたので、比較的集客をものすごく頑張んなくても満席をいつも作っていることができたのはコース制だったからです。ただコース制のハードルは当然金額が上がるので、単発よりは決まりにくいです。単発よりは決まりにくいからこそ、特徴とか内容を納得してもらって、高い金額でも入りたいような講座を作らなくてはいけないので、企画力がすごく大事になります。だから思いつきで、これ先生やってください、はいとか、これをやってください、はいっていうわけにはいかなくて、私の場合には全国で、発信をして、交通費を使ってでも聞きたくなるようなレッスンを作るっていうのを一番最初の立ち上げからやっているので、まあ、それは大きかったと思います。なので、単発よりは高成です。で、さらにもっといいのが、まあ、月額オンラインサロン的な感じで、ある程度値段を抑えてもいいから、エンドレスでお金を払い続けるような仕組みで、この会員を増やし続けると、例えば3000円だったとしても、まあ、10人で3万円100人で、3000円で10人で3万円100人だったら30万円じゃないですか。100人ダメでも50人ぐらいはもしかしたらいけるかもしれない。3000円だったらですよ。これ6000円だったら手間がもっと少なくていいじゃないですか。10人で6万円、100人で60万円。そこまでいらなくていいって言ったら50人でいいとか。まあそういう感じの目処がつくので、月額制のタイプを採用できる教室っていうのは実際にあるんですけれども、まあ安定していきます。ですので、パラレル思考の行動計画っていうことは何を言いたいかっていうと、短期と中期と長期を考えて行動しましょうねということが言いたいんです。はい。要は長期的に、例えば1年後、2年後、まあ1年後、3年後、5年後か、どういう状態になっていたいかっていう長期スパンの行動計画だから、今年はこれをやると。
例えばオンラインサロンを作りたい、3年後には30人入れておきたいって言ったら、オンラインサロンの勉強をするのが1年目かもしれないじゃないですか。でその長期にわたって安定的になるようなお仕事を中心に、今勉強しなくてはいけないこと、今やらなくてもいけないことを、今集客で頑張んなきゃいけない時に同時にやんないといけないんですよ。これがパラレル思考です。中期の仕事もそうです。半年先とかっていう仕事も、短期で1ヶ月後の集客やってる時に考えたり動いたりしないといけないんですよ。だから三層でいつも私の場合動いてました。今もそうですけどね。短期、中期、長期。長期案件は10年スパンで私の場合考えてます。中期が3年から5年、短期が1年。あれ、なんか私たちとより長くないですか、スパンが、っていうことなんですね。例えば私年末とか、まあ11月、大体10月か11月にある翌年の1年間の売上計画はもう大体作っていて、1月からもうそれがね始まりますからね。そのための集客とかは当然10月とか11月にしてるんですよ。なので1年間の売上がその段階で計画が出ているから、修正をどうすればもっと情報修正ができるかとかっていうのを考えるのがいつも11月とかなんですよね。まあ、人によっては11月一生懸命12月の募集かけてる人もいるかもしれないですけど、私は1月と2月の動きをそこでやっている。だけれども同時に1年間の大きなイベントごとをもう決めていて、今年末系なんですけど、私もう翌年の年末までの大きなスケジュールはもう決まってます。でそれに合わせて行動計画を考えていくんですよね。売上計画もそうなんですけど、大きいイベントごとがある募集の時にはそれの2ヶ月前とかには募集をかけていくってことは、ページがその前にできていて、ということはその準備をしなくちゃいけなくてって言って、1個の大きなイベントがあったら全部前倒しになります。それはイベント的な行動計画になっていきます。だけど長期スパンで見ていてそれをやるから、そこの中に短期的な、まあ、2週間後とかあんまり募集はそんなしないんですけど入ってきても、その大きな流れを毎日動いてるわけじゃないので、大きな流れは小さい流れの集客活動は、例えば日々のルーティンで、まあ、動画を撮るとかブログを書くとか、Facebook 上げるとか Instagram 上げるとか LINE 書くとかっていう日々のルーティンの中はずっとやってるんですよ。長期的な案件と同じ感じで。だけど長期案件は今動かないと死んじゃうとかっていうことではないので、長期案件はゆっくりやるんだけど、でも3層で同時にやるんです。短期と中期と長期を分かっていて、だから行動計画も長期と中期と短期がいつもサンドイッチで動いてる。でも長期と中期は今すぐ動かなくてもいいものも入ってるから緩やかに動いているっていう、でもやらないと未来がないっていう感じなんで、上手にこれを動かし続けることをしないといけないんですよ。で安定しない人の特徴はいつも1ヶ月後の仕事ばっかりやっている。3ヶ月後とか6ヶ月後とか1年後の仕事をやってる人は見たことない。そんなにいつもいつも追われてて辛い辛い、時間がない、来月の集客どうなるんだろう、大変わからない、だから今動く、あ横から言われた、あこの案件入ってきたやっちゃおう、こっちからも入ってきたやっちゃおうって言ってやると、また未来の仕事ができなくなる。未来の仕事がめちゃめちゃ重要だったら今その仕事をやらないっていう決断もしないといけないんですよ。お金が、小銭が入ってくるって分かって、もう小銭だからやらないって決める。もっと未来に向かって大きな仕事をやりたかったら時間を取られることの方がロスなんですよ。そしたらやらないっていう決断しないといけないんだけれども、結局そういったものをできてないタイプの人はそこがね、うまくいかない状態になってしまいます。だから必ず、短期中期長期、これをベースで考えていくっていう、そういう計画をねやっていく必要があるということになります。ですので、まとめると、安定的に稼ぎたい教室の先生にこそおすすめしたいパラレル思考の行動計画というのは、3層に分けてそれを同時並行で動かすということです。短期計画、中期計画、長期計画で、中期と長期はすぐに動かなくて大丈夫です。
短期を中心に動いて大丈夫です。だけれどもそれを動かしておかないと未来のものが作れないので、これを忘れないようにして常に動いていただくようにしていただければというふうに思います。それでは。